初のライブ映画が大ヒット。嵐アニバーサリーツアー 5x20、うん、フィルムレコードオブメモリーズが土日2日間で高収入4億4181万人を上げて初登場1位となりました。やっぱこれすごいよね。一番ね、話題になったのがジャニー北川さんの肩書き、うん、ネオはこの映画の中でのエンドロールでジャニー北川さんが、出てくるんだけれども、エンドロールでね、でこの時にいろいろな役職があるじゃないですか。でそんな中ジャニー北川さんの肩書きがエターナルプロデューサーだったわけ、うん、エターナルとは不滅とか、永遠とかいう意味なわけで、これは実は嵐のライブ映画だけじゃなく他のジャニーズさんが、関わっているイベント舞台などでもエターナルプロデューサーって名付けられてるのね。でもそこはすごく反響がありました。でもさ、そのよく周りで聞くけど、ジャニー北川さんとお会いしたとかお見かけしたって人ってほんとこの業界でも少ないんですよ。もう当然うちないよね。ないですね。たまたま僕は偶然ジャニー北川さん見かけたことあるんですよ、とあるね番組収録、それは赤坂 TBS でしたけども、ジャニーズ自身もともとね赤坂にありましたけど、そこで僕がタレントクロークにいたの。じゃあ向こうから、これは本当失礼ですけども、帽子をかぶった掃除のおじいちゃんみたいな方が向こうから来たんですよ、一人で。でもう本当にそう思った、これ申し訳ないですけど。で来たんだけど、 TBS のタレントクロークは、A 化粧室 B 化粧室って言って MC の方々がこうね陣取るところがあるわけですよ。その申し訳ないけどもう分かってると思うけど、その掃除のおじいちゃんと思った方がトコトコトコって言ってメイン MC の楽屋に入ってたんですよ。そこにはタッキーがいたんですよ。でその日実はタッキーがある場所で怪我をしちゃったと、でこの後番組収録だと。でももちろん歩けるんですよ、全然大丈夫なんだけど怪我をしてしまったっていうニュースが流れてたわけ。おそらくジャニー北川さんはタッキー大丈夫かってことで、めったにテレビ局なんて来ないのに多分タッキーの怪我を心配して来たのね。そしたら鏡越しにジャニーズ事務所のおそらく偉いチーフマネージャーさんだとか本部長さんクラスの方がいらっしゃって、鏡越しに見えたらそのおじいさんがトコトコトコって入ってったら、そのジャニーズの偉い方がピンってなった。で僕はあーって思ったの。だっておじいちゃんにそんな風な態度しないじゃん。ってことで全部がつながって、もしかしたらあれジャニー北川さんじゃないのって思って、スタッフさんに聞いても誰もわかんない、嘘でしょそんなわけないじゃんって言って、一番偉い人に聞いたらもしかしたらって言ったら、逆に来たってことを伝えなきゃと思って、やったらジャニーさんだね。だからそれだから、ほんたまたま一回お見かけしたぐらいですけどね。バンソンのねキャップかぶってましたよ、ベースボールキャップをね。いつもギネスでね、一番プロデュースしたエンターテイナーってことでギネスに登録されたのね、ジャニーさんってね。でその時にギネスは写真を出さなきゃいけないんですよ。でもジャニーさんはこだわりがあって、若い時から、アイドルの例えば撮影会だとか写真集だとか雑誌の、撮影とか絶対に写りたくないと、自分は演者じゃない裏方だからってずっと写らなかったんです。だから表だって写真がなかったんです。でもある週刊誌雑誌が、ある種盗撮ですよね、あれは本当にその人権だとか所蔵権はどうなのかなって僕自身も思うけど、裏方だから。でもそこで出ちゃった。これはラジオを聞いてて、僕もちょっとこれも僕の思い出だからわからないけど、 NHK ラジオに出た時ジャニーさんが出たんですよ。あれは誰だっけな、蜷川幸雄さんのラジオだったかな、ちょっと違ったらごめんですけども、とにかく珍しくジャニーさんがラジオのゲスト出演した時に顔写真の件に関しては、ちょっと正直盗撮されて出ちゃったと。だから悔しいと。だから要はなんか変な感じで、これ見ればわかるけど、あんまりちょっとね寝起きみたいな感じなわけですよ、言い方悪いけど。
だからサングラスして伴奏のキャップかぶったしっかりした写真をギネスには出さなきゃいけないから、うん、だからそっちのオフィシャルでその写真を出したっていうね、その経緯がねこうあるんですよね。あのあれあれ、唯一このあれですよ、業界でジャニー喜多川さんのことを旦那さんって呼ぶある有名なねタレントさんがいるんですよ。ジャニー喜多川さんのことを旦那さんっていう人がいてね、これ絶対わかんないと思う。これはね、黒柳徹子さん、で黒柳徹子さんはジャニー喜多川さんともちろん交流があったんだけど、なぜ旦那さんっていうかっていうと、実は数十年前に熱愛報道が出たんですよ。ジャニー喜多川さんと黒柳徹子さんの熱愛報道、なぜかっていうと黒柳さんの舞台とかにジャニーさんが来られて見に来られてたから、なんかあるんじゃないかっていうことだったんだけど、そこでまあ、黒柳徹子さんは、まあ、笑いとして、こんなこと出ましたよと週刊誌ってことで、プライベートからこう、旦那さんってこう呼ぶようになったみたいなことは、追悼で徹子さんがお話になってましたけれどもね。